ジョン・ホープキンスは、アメリカ合衆国カリフォルニア州ラモーナ出身の、モーターサイクルロードレーサー。愛称はホッパー。2000年ロードレース全米選手権 750SS クラス、2001年ロードレース全米選手権、フォーミュラーエクストリームチャンピオン。2002年、広告戦略として、モータースポーツのスポンサーを積極的に行う、レッドブル社の支援によって、 同じく、レッドブルが、長年スポンサーを務める WCM ヤマハから、ロードレース世界選手権、モートジッピークラスにデビュー。それまでアメリカのレースしか経験がないルーキーながら、スムースにモートジッピーに順応していき、時折目を見張る速さを見せる場面も見られた。2003年、鈴木ワークスチームに移籍、2005年からは、エースライダーとして活躍する。 2006年オランダ GP 予選にて GP 初のポールポジションを獲得した。2008年川崎レーシングチームに移籍。鈴木時代と同じくエースとして戦うがウィンターテストでの転倒による怪我で満足のいくテストができずシーズンは低迷した。2009年も川崎に残留する予定であったが川崎のファクトリーチームが活動休止したことによりシートを失ったため。 スーパーバイク世界選手権にスティッキーレーシング、ホンダチームから参戦することとなった。バンク角の深いモートジッピーでも一際深いリンと、大胆なハングオンを見せ、イン側の肘と路面が10センチメートル程度になることも、ある。実際に肘を吸ってもいることも多い。シーズン別成績クラス別成績年別成績。ありがとうございます。